伸びが違う。Steez SB now has T-Wing, perfect for skipping dock. こうシャープさはあるし、出て扱いやすいし、限界の部分っていうところは若干伸びて、それでいて扱いやすくなったっていうのが最大の特徴じゃないかな。今からね、この逆風の中、ニュースティーズを使ってバイブレーションで気持ちよく飛ばしてみたいと思います。ほーら、いったね。いい感じじゃないですか。やっぱりね、これ全ても結局このニュースティーズに搭載された TWS と SV の効果なんですよね。ケースでファーミングしやすく軽々と滑らかに巻ける。本当に音無音でスムースに糸が出てくる、ね。まあ、TWS がついたことによって、遠投性能、サーキャスタビリティは、間違いなく上がってる。スティーズから逃げられるバスはいないね。